はい、皆さんこんばんは。鉄遊戯王チャンネルの時間がやってまいりました。今日もよろしくお願いします。改めましてこんばんは。鉄チャンピオンシップをはじめとして九州を拠点に遊戯王の活性化活動をしている自称遊戯王の担い手鉄です。はい、どうも。早速コメントいただきましたけどね、あえて触れずにちょっと進めますよ。この番組は遊戯王アーク5オフィシャルカードゲームのラジオです。大会参加開催も経験豊富なパーソナリティが面白おかしくお届けします。聞いても強くはならないかもしれないけど、明日からの遊戯はもっと楽しくなる、そんな1時間を新たに、ということで今日もよろしくお願いします。それでは相方のパーソナリティを紹介していきたいと思います。まずはシェルさん、お願いします。はい、こんばんは。こんばんは、シェルと申します。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして今スマホに夢中のミカさん、お願いします。こんばんは。こんばんは。あのスマホに夢中ではないんですけど、なんか嘘つかれてますね。はい、ありました。よろしくお願いします。なんか三河さんしきりにね、携帯をこうなんかスワイプしてるみたいな動作してます。はい、大丈夫ですか。あ、いや、だって街中にモンスターがいるから、それはもう携帯向けないとっていうところですね。はい、なるほど。ちょっとね、その話をしようかと思ったんですけど、今北海道ちょっとまずい感じなんですよね。ちょっとニュースで取り出されてましたけど、はい、シェルさん、雪はね、耐性が強いんでしょうけど、はい、ね、水ポケモン、違う、雨にはね、ちょっとかなりまずい状況に。はい、雨は降ってますけどね、まあ、まあ、大丈夫ですよ。それでまとめていいですかね。はい。あ、わかりました。特に、はい。ここにいるシェルさん、北海道から今、スカイプでつながっているんですけども、そうです。はい、ニュースの方でですね、全国のニュースになるんじゃないでしょうか。北海道でかなり梅雨というか、その豪雨という言い方になるんですかね。北海道は梅雨がないということなんですけど、その特別な梅雨というんですかね、それで結構言われてて、はい、そうですね、そんな状況ではありますが、街には雨ではなくモンスターが溢れているということで、はい、ちょっとね、鉄遊戯王チャンネル毎週放送ということで、時事のネタにも触れておこうと、はい、ね、遊戯王の生みの親も許したというね、この話題に触れていきたいと思うんですけど、じゃあ三河さん、スマホ見ながらでもいいんでお願いします。はいはい。スマホ見ながら。だからやってないって。そうですね、まあ、ポケモンといえば街中に溢れてますけど、今街に出るとモンスター以外に会えるもんがあるらしいですよ。強引な振りだな。何あるんですか。あのカードショップに行くと鉄さんに会えるって聞きました。はい、ありがとうございます。まずはオープニングの一枠目というかゼロ枠目の話題ということにしておきましょう。鉄チャンピオンシップ10年目ということで、いろいろとイベントを企画しております。そして街に行って会えるのはポスターに会えるんですよね。 TCS10 年目のアニバーサリーということで、ポスターいろいろと掲げてます。1個目には2016年11月5日と6日に2日連続開催の TCS 秋の TCS 仮ですが、福岡県北九州市であります。そしてもちろん年末ですね、2016年12月25日にはおなじみ福岡県福岡市博多区南近代ミルで第10回鉄チャンピオンシップがあります。はい、リスナーの方にもですね、ポスター見てくれた方がいるそうで、ありがとうございます。はい、という強引な振りでね、 TCS 持っていきましたが、実際の話題としてということで少しね、触れたいなと思っております。ニュースの方でもですね、北海道のその雨のニュースと、むしろその枠と同じぐらいのニュースということで、ポケモン GO ですね、スマホアプリで今あってます。で、人ごととね、思ってる方もいるかなと思いつつ、街へ出てみれば本当に人がですね、たくさんいて、どうかなというところで、三河さん、そちらだと顕著に人の集まりが感じられるんじゃないですか。いやー、もう多いですね。はい。本当に。公園だったりとか、道端とか。あれっすね。自分の顔よりも大きいスマホ持ってる小学生の子たちがいっぱいいてびっくりしました。そしたら、リスナーの方から、北海道もどうですかということで。北海道やばいですよ。自分、先週末ですかね。
まあ、北海道札幌の方に大通公園という大きい公園があるんですけども、そちらの方をちょっと通るきっかけがあって通ったんですよね。まあ、別ゲームの大会、別カードゲームの大会のマジック・ザ・ギャザリングの、まあ、プロツアーのなんか予選みたいな、そういうやつの大会を出るついでにそこを通ったんですけど、もう密集。密集。何このみんな。ポケモンやりすぎでしょみたいな感じで。のでね、今日はね、ポケモンについてしっかり語れればいいかなと思ってます。はい。お二人がですね、まあ、地域の差こそあれね、都市圏というか、まあ、その地域であっても大都市の近くみたいのがあると思うんですけど、自分は言うなれば田舎というかですね、地域においてもその大きな都市よりも離れたところに住んでいるんですけども、だからこそ公園とか人いないんですよね、普通いないんですけど、もう明らかにこうスマホを片手に似つかわしくない人がこう公園にいるんですよ。で、中にはこう小さな子がですね、こう本当三河さんが言ったように大きなもう iPad ですね、 iPad 持ってるのかな、こうなしてこう明らかに掲げてるんですよ。で、こう探して画面こうしてて、いやー、昔は遊戯王も公園のベンチでやってた子がいたんですけどね。はい。今もやってますよ。公園のベンチでやりました。公園のベンチで。いやー、まあ、なんかね、逆にね、そういうのをちょっと思い出しました。うん、本当昔は外でやってたなと。ちっちゃな子が、小学生とかがですね、スリーブにカード入れず。パックの殻を捨てるなそうですね、捨てるのはいけないことですけど、パックを捨ててあるのを見て安心するっていうんですかね、その、あ、遊戯王やってるんだなみたいな、本当そういうのを思いました。うーん、まあ、どうなんでしょうね、実際にやってる人口とかは昔より増えてるとは思うんですよね、そんな最初期の頃よりは。なんか、はい、ポケモン GO を見てると本当に目に見えてやってる人っていうのが見えるから、昔の遊戯王そんな時代があったなと思って、はい、そろそろ締めましょうかね、はい、ではオープニング1枠目の1枠目じゃない1つ目のちゃんとしたコーナーということで、じゃじゃーん、本日の遊戯王 OCG カード紹介のコーナーです。このコーナーは遊戯王公式ツイッターの方で毎日1枚ですねカードを紹介しています。商品とかこのカードの Q&A とかそれと別にですね、それをここでも取り上げてパーソナリティからコメントをいただこうと、そんなコーナーになっております。本日のカードはこちらでした。じゃじゃん、グリザイユの牢獄ということで、最近似たような上位なのか相互と言っていいのか分かりませんが、カードが出たその当てつけなのか分かりませんが、シェルさんお願いします。はい、いやー、うん、懐かしい感じがします。はい、シェルさんこの絵描いたみたいですはい、シェルさんが感想を述べたんで、三原さんには講座的なコメントもらいましょうかね、お願いします。はい、ですね、まあ似て次元衝撃にすごい似てるんですけど、実は一文だけ違うことが書かれてまして、あの次の相手ターンの終了時までって書いてあるんですね。なんで例えばあの相手のターン終了時にグリザイユを打つと、次のターンだったりだとかですね、あのターンをまたぐ瞬間があったりして、で、あの次元障壁はこのターンって書いてあるので、その時その瞬間にしか、適用されないんですけど、まあそういう使い分けができたりすると面白いのかなって思いますが、まあすごい面白いカードですよね。シャドールフュージョンを食らわないデッキが使ってる武器みたいな、そんな感じの、カードとしてよくネクロスのサイトとかで使われてましたね。はい、以上です。鉄のちょっとした思い出ということで、このカードがですね、自分が見聞き、よく見聞きしたのがネクロスが台頭した時に見てたんですけど、その時自分が聖騎士を使ってて、でネクロスがこれを使ってきたら勝てないなって言って勝手に怯えていました。以上です。本日の遊戯王 OCG カード紹介の効果は効果者で、コーナーはグリザイユの牢獄でした。それでは各コーナーに移っていきたいと思います。その前にですね、パーソナリティとリスナーでタイトルコールをさせていただきたいと思います。パーソナリティが鉄遊戯王チャンネルとこれから言いますので、それに合わせてリスナーの方はコメントから鉄遊戯王チャンネル、鉄ラジなどと一緒に声を上げていただければと思います。シェルさん大丈夫ですか。はい、大丈夫です。
ミカさん、スマホは一旦置いてください。大丈夫ですね。配信中にずっとやるとおかしいでしょ。はい、じゃあね、リスナーの皆さんも一旦置いてって、まあやっていいんですけど。それでは、行きましょう。せーの。鉄遊戯王、遊戯王チャンネル。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日、はい、1枠目のコーナーになります。はい、このコーナーはカーナについて、環境についてのコーナーです。はい、本日はね、今が旬ということでポケモンについてね、30分間ぐらい使いたいところなんですが、鉄さんから許可が下りないので、それから遊戯王の、まあカードについての内容にしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、やっぱシェルさんのね、担当する強化っていうのはあると思うんで、ここはね、はい、遊戯王という強化をやっておきましょう。わかりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日、まあ、フリップの方お願いします。ありますかね。はい、大丈夫ですよ。まあ、本日はまあ、エクストラパックが出るので、そのカードについての内容というか、うん、単体の焦点を絞った内容にしていきたいかなと思ってます。はい、はい、出ました、エクストラパック。はい、1234、まず出ました。これちょっと順番が違うんですけども、はい、大丈夫ですか。これからでも、はい、まず皆さん、まあ、海外のカードもご存知かと思いますけど、まあ、一番ちょっと順番飛ばしますけども、ドエン怪獣ドゴランというね、怪獣っていうカードが出て、皆さん知らない方いるかもしれないので、効果の方言わせていただきます。はい、レベル8、炎属性、恐竜属、攻撃力3000、守備力1200。相手フィールド上のモンスターを一体リリースし、手札から相手フィールドに攻撃表示で特殊召喚できると。で、二つ目の効果が、相手フィールドに怪獣モンスターが存在する場合、手札から攻撃表示で特殊召喚できる。まあ、特殊召喚がタダでできるという効果。三つ目は、怪獣モンスターは自分フィールドに一体しか大手表示で存在できない。これ怪獣の基本的なテキストですね。で、四つ目の効果が、一旦に一度自分相手フィールドの怪獣カウンター三つ取り除いて発動。相手フィールドのモンスターは全部破壊。サンダーボルトですね。はい。この効果が発動する段、このカードは攻撃できないと。まあ、こういうカードが出まして、まあ、海外では、カードなんですが、まあ、今回のエクストラパックで出るということで、まあ、怪獣、まあ、新しい、ちょっとね、環境がね、いろいろ変わりそうな感じ。これ一つの、まあ、例なんですけども、その、まあ、このカードは、まあ、一つ置いておいて、まあこれ怪獣というね、アーキタイプで使うカードなんですけども、また、鉄さんとミカドさんとお二人で、3人合わせて、強さ、環境、将来性という部分で、1から3の9点の方式でやっていきたいと思います。はい。なので、皆さんも予想してください。結構ね、これまだ、新しいカードね。今の、日本の環境にどう食い込むかっていう部分も絡んでくると思うし、まあ、新しいカードがまた出るかもしれないし、また海外とは違う部分もあるかもしれません。なので、行っていきたいと思います。はい。はい、それでは、よろしくお願いします。はい、一つ目、いきます。ちょっとこれね、表記が英語ですいませんが。行きましょう、一つ目。これ、なんて言うんですかね。三河さんが英語得意みたいですけどね。はい。ミカドさん、なんて言うんですかね、これ。どれっすか。ウォーターフロント。京都、ウォーターフロント。はい、これですね。はい。塔みたいな、東京タワーみたいなやつですよね。はい、カードとしては。はい。テッサンは、説明はいただけ、あ、大丈夫ですか。
ければ、はい、お願いします。フィールド魔法ですね。このカードがフィールドゾーンに存在する限り、はい、お互いにフィールドからカードが墓地へ送られるたびに1枚につき1つこのカードに怪獣カウンターを置く。最大5つまで。2番目の効果として、はい、一旦に一度このカードに怪獣カウンターが3つ以上置かれている場合に発動できる。デッキから怪獣モンスター1体を手札に加える、はい、3番目の効果としてフィールドのこのカードが破壊される場合、代わりにこのカードの怪獣カウンターを1つ取り除くことができると書いてあります。はい、ありがとうございます。はい、このカードですね。それでは、あの強さ、環境、将来性という、汎用性ではなく将来性を見越していっていきたいと思います。このカードを、まあ、自分なりの評価で言うと、このカウンターを減らすっていうカードは6分の門みたいであったんですけど、これカウンター減らないんですよね。3つ溜まった時点でもう永続的に乗っている。まあ、減らすのはまあサイクロンとか打たれたら減らして、まあ、打たないですけども、なるっていう感じなので、まず自分の中での強さ、ですが強さは3、そして環境においては未知数な部分があるので2と。で、将来性に関してももっといい利用勝手がいいものがあるのでとりあえず2としておきます。3-2-2という感じで自分は言っていきたいと思います。はい、それではテッツさんの方をよろしくお願いします。強さ、まあ、数字ですよ。まず数字ですよね。はい、3、はい、環境2、将来性2とシェルさんと同じような感じになってしまって、はい、同じようなこと言うかもしれない知れませんが、はい、強さテキストに書いてある強さですよね。はい、このデッキがどのように動くかっていうのは自分はあまり見えてはいないんですけど、こう書いてあることっていうのはデッキを潤滑させたり、このカードがすごく存在しやすいテキストが書いてあるので強いんじゃないかなっていう感じで3をつけました。ね、サーチカードですからね。はい、はい、で環境に関してはちょっと相対するカードっていうのよくわかんないんですけど、はい、なんか鉄壁に見えて破壊耐性だから何でしょうね、除外するカードっていうのもあったり、そうですね、そこですね、はい、そういうのでちょっと間を取った2って感じで、将来性に関しては正直ハテナってつけたいところなんですけど、こういうカードがあるんであればまあ何でしょう、中級以上のラインは取っていくのかっていうので2をつけました。はい、以上です。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、三方さんお願いします。112ですね。はい、まず強さなんですけど、ですね、バッから墓地に行くとカウンターが溜まるっていう風に112って言われてる。はい、このカード1枚で仕事ができなくて、他のカードがある前提で効果の条件が満たされるっていうところで、ちょっと使うのが難しいかなと。で、環境的には、怪獣っていうカテゴリーが多分サイドカードぐらいで終わるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとわからないので1にしました。はい、で、将来性なんですけども、これもちょっとわかりかねるので真ん中の2にしたんですけども、注目しているところが、2つありまして、1つが、破壊耐性を持ってるところですね。カウンターが4つあると、3つ、ある状態で宣言しながら雪うさぎを回避して、サーチっていうのが強そうっていうので、多分4にすることで、このカードの進化がようやく発揮されるのかなって思うのと、もう一個が、単純に効果3が強くて、スクラップドラゴンとかブレイクソードみたいな、こう、お互い割り合うカードってあるじゃないですか。あれを使って一方的に破壊するっていうコンボが、できたりすると面白いのかなって思いました。以上です。はい。ありがとうございます。という感じです。はい。皆さんもどうでしょう。これまあ新しいカードなんで。まあラバーゴーレムの効果持ってるので、なかなかね、なんか用途もあるかもしれません。タッチで言うとか、そういう部分もあるかもしれません。はい。二つ目、いっていきたいと思います。はい。皆さん、これはもうご存知かと思いますが、来ました。皆さん、ご存知の、はい、カードです。てつさん、テキストの効果を
よろしければお願いします。はい、ではコズモドロセル、コズモのままだっていいんですかね、このテキストに関しては。はい、はい、効果モンスター星3、光属性、サイキック属の攻撃力1500、守備力1000となっております。はい、コズモドロセルの1の効果は一旦に一度しか使用できません。そしてその1の効果、フィールドのこのカードを除外して発動できる。手札からレベル4以上のコズモモンスター一体を特殊召喚する。この効果は相手ターンでも発動できる。2番目の効果として、このカードが相手に戦闘ダメージを与えたとき500ライフポイントを払って発動できる。デッキからコズモカード1枚を手札に加えると書いてあります。はい、ありがとうございます。さあ早速いきたいんですが、このカードに関しては本当にコズモ、まあ、海外でも、大きい大会ですでに結果を残しています。環境のね、まあいろいろな部分はありますが、もうこのアーキタイプ自体がもうすでにトーナメントクラスっていう部分はある程度証明されています。その中でも自分はこのカードが一番の中核のカードだと思っております。はい、まず戦闘で破壊してそのままデッキから戦闘でまあダメージを与えてサーチして、そのままリリースで特殊召喚で、ね、もう一旦でこれだけでもう結構瀕死ぐらいのダメージを与えることも可能。プラス、これは能動的にも使える。相手ターンにも使えるっていう部分もあって、自分の中では評価は高いです。皆さんどうでしょうか？それでは行きたいと思います。はい。強さ3。環境はわかりませんが、3。将来性3と。3-3-3で行きたいと思います。はい。そんな感じで。皆さんどうでしょうかね。鉄さんの方にも聞いていきたいと思います。はい、鉄さんどうでしょうか。333やないですか。あんまり言うことないんですけど、逆にこうこのテキストだとデメリットあるよねっていうのがないんで、環境に関しても3つけていいんじゃないかと思いました。なんかすごい現状、大きな鉄壁、メインに3枚入ってるよとか言ったら、1の効果まずいですよねとか言うかもしれませんけど、そんなことないですし、はい、いやー、素晴らしいカードだと思います。はい。はい。ありがとうございます。ミカドさん、よろしくお願いします。313ですね。はい。いや、強いと思います。本当、なんで5やね。はい、そうですね、緊急テレポートかマックステレポーターとか、サイキック族のサポート全部その恩恵受けてるカードなので、すごい使うと使いやすいカードだと思いますね。はい、はい、まあ、さっきシェルさんがおっしゃってたダメージ与えてサーチしてで入れ替えてっていうのもできるので、ブルーアイズの霊流はそれができなかったりするので、はい、それと比べるとやっぱり自分だけで機能するのは強いなと思いました。以上です。はい、ありがとうございます。ということで3つ目の方行きたいんですが、3つ目のちょっと時間があまりないということで、3つ目の話題を言ったら中途半端で、これは 100% 終わると、中途半端で終わってしまうと思うので、本日は2つなんですが、2つで終わりにしたいと思います。急遽そういう感じにしたいと思うんですけども、そうですね、コズモ、これはちょっとやっぱり環境に対して、上級がね、対象にならないとか、うまく逃げれるようなカードもあるので、ちょっと、各デッキのサイドボード、サイドデッキなんかも、ちょっと変わってきたりとかするし、ちょっと環境に与える、まあ、たとえこのデッキがね、環境トップにならなくてもいいんですよ。でも出た瞬間のすぐの大会で、やっぱり面白い構築、面白いサイド、面白い対策みたいなものがあったりとか、まあ使用者はどれぐらいか分かりませんが、結構面白いものがあるんじゃないかなと思います。エクストラパックはね、まあちょっと内容全部言えなかったんですけど、まあ今回は限定的なんですけども、まあ、てつさんかみかどさんなんか何かで何かあればおっしゃっていただきたいので、ちょっと時間あるので、どうでしょうか。ミカドさんかな。カードといえばミカドさんでしょうね。カードといえば。はい。どうでしょうか。どうでしょう。いや、そうですね。そうですね。日本のカードが結構その先行一旦目で、相手に何もさせないってカード多いと思うんですよ。クリスタルとか、バインティースペースとか。はい、で、そのあたりがですね、海外全くなくて、で、結構その、
何でしょうね、派手なカードは多いんですけども、割と拮抗したゲームをする国から来たカードたちなんで、このコズモもあの怪獣も それ以外のカードたちもなんで、日本でどんな活躍するのかなって思うとちょっと想像つかないぐらい面白そうですね。はい、以上です、はい、ありがとうございました。はい、ということで本日のコーナー終わります。鉄さん渡します。はい、はい、ありがとうございました。鉄先生ありがとうございました。鉄異形チャンネル1枠目はここで終了となります。2枠目はですね、こちら横にいるミカロさんのコーナーになっております。URL が変わります。コミュニティは一緒なんですけど、放送 URL が変わりますので、コミュニティトップに出てある再度視聴するボタンから飛んでくるか、自分の方がツイートしますので、その URL をクリックしてまたお越しください。少し時間空きまして2枠目の放送開始となります。一旦のお別れです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
皆さんこんばんは。鉄遊戯王チャンネルの時間がやってまいりました。ちょっと他のパーソナリティにちょっと下がってもらいますね。改めましてこんばんは。鉄遊戯王チャンネルのメインパーソナリティ、鉄チャンピオンシップをはじめとして九州を拠点に遊戯王の活性化活動をしている自称遊戯王の担い手鉄です。この番組は遊戯王アーク5オフィシャルカードゲームのラジオです。大会参加、開催も経験豊富なパーソナリティが面白おかしくお届けします。聞いても強くはならないかもしれないけど、明日からの遊戯王がもっと楽しくなる、そんな1時間を新たにということで、残り30分よろしくお願いします。後半2枠目はですね、ミカロさんによる地雷デッキ研究所です。今日もですね、あのデッキを取り上げて、お、こんなのかみたいな感じで発見あると思います。はい、遊戯王のタグがある、そうですね、たくさんあるんですね。やはり遊戯王、ポケモンには負けてられませんよ。はい、ということで、負けない地雷デッキ研究所に話を振っていきたいと思います。それではコーナーの方行きます。こんばんは。鉄遊戯王チャンネル200目、2枠目は、私ミカドが担当する地雷デッキ研究所というコーナーをお送りさせていただきます。はい、ですね、こちらのコーナーでは、将来的に注目されそうなカードやデッキについてリスナーの皆さんに紹介をさせていただこうというコーナーになっておりまして、テーマが毎週変わりますということで、今週取り上げる、テーマは、なんかポケモンをずっといじられてるんですけどね。はい。ということで、はい。今週取り上げるテーマはこちら、ライトロードです。はい。まあ、改めてになりますが、遊戯王の昔からね、存在する、テーマでございますが、こちらをですね、まあ、改めて、今も強いよということで取り上げさせていただこうと思います。はい。で、お話、するにあたって3つほどですね、まあ、話の方向性というか方針を書かせていただきました。今フリップご用意いただいてますが、それぞれ1つずつですね、お話しさせていただこうと思います。はい。それでは行きましょうかね。実はですね、ライトロード、今、段違いに強いデッキになっています。使用者が少ないのがもったいないぐらいだと、個人的には思っています。では、なぜライトロード今強いのか。そちらについて、解説していきたいなと思います。一つ目、環境の回答3000。はい。これについてお話したいと思います。ですね、ブルーアイズが登場して以降、まあ、DD だったりとか、メタルフォーゼ、ABC など多くのデッキ、まあ、はびこってますが、そのどれもに共通するのが、3000という数字をめぐる、攻防が繰り広げられていることです。この3000という数値はですね、まあ、たとえそれがバニラであったとしても、今の遊戯王において価値のある数字であると言えます。まあ、ブルーアイズホワイトドラゴンがまさにそうですね。バニラですけども、環境に食い込むくらい、強いと。はい。で、その3000という、まあ、攻撃力、数字、これをふんだんに使えるのがこのライトロードです。まあ、言わずもがなですが、ジャッジメントラグーン、裁きの竜ですね。これはまさにその代表格だと言えます。除去と、まあ、高い攻撃力。うん、こちらを備えていて、まあ、古いカードでありながらも、もう現代遊戯王に全く引けを取らない優秀なステータスを持っていると言えます。はい。で、まあ、この裁きの竜も大変強いんですけども、まあ、古い遊戯王のカードを、まあ、現代にのし上げて、ライトロードを後押している要素として、まあ、やはりこのカードは上げざるを得ないと思います。ご紹介します。フェアリーテイル白雪。はい。まあ、フェアリーテイルが今回ですね、診断で改めてカテゴリー化されることが分かったんですけど、まあ、それ抜きにしても、このカード自体の単体のスペックは非常に高くですね、まあ、ライトロードはですね、この白雪をもう特にその強さを際立たせる、カテゴリーになってます。例えばなんですけども、光の援軍っていうカードは1枚で、白雪の5枚のコストを補充しまして、ソーラーエクシェンジは2枚で6枚のコストを用意してくれます。これができるのって他のデッキはありません。で、なんで、他のデッキ以上に白雪のコストを供給しやすいのがこのライトロード。で、まあ、準備が整えばシンクロエクシーズ。まあ、さらにですね、この白雪を使ってバトルフェーズの打点追加などですね。まあ、この白雪がですね、展開も、攻撃も防御も全部1枚で成し遂げてくれるという点で非常に強いです。まあ、他のデッキだと大体できてエクシーズぐらいなんですけども、ライトロードの場合ですね。まあ、ライトロードアサシンライデン。
このカードがいることで、まあ、シンクロもできますので、白雪自体のカードパワーがより際立つというか、あの、かなり、優秀な、使い道が非常に多くなっていて、あの、非常に優秀であることがわかります。今、レベル8シンクロも非常に強いので、白雪の効果と相まって、さらに、強固な場が出来上がったりします。まあ、他にはですね、闇属性を採用すると、解脈の使者だとか、まあ、グローアップバルブなどを使うと、クリスタルウィングが、作りやすいとか、他にもですね、さばき、先ほどお話ししましたけども、これを呼び出せるカードとして、エクリプスワイバーン。ドラゴン目覚めの旋律だとサーチができないので、このエクリプスワイバーンがあるんですけども、これもですね、また白雪と相性が良く、こんな感じでどんどんですね、構築によっては、3000の打点を非常にたくさん多く並べることができるようになります。はい。3000を5体並べて1万5000。もう、遊戯王は8000のゲームなので、だいたい2人分人を殺せるぐらいの、打点を用意できるというところで非常に優秀ですね。はい。こんな風にですね、まあ3000打点をバシバシ場に用意して、盤面を覆しながら、相手が何かはすごい大量展開してきても、裁きでそれを覆しながら、さらにですね、この高い攻撃力を駆使して、相手のライフを根こそぎ奪っていくというところで、まあ今の環境っていうのは非常に強いデッキっていうのは非常に多いんですけども、一方でワンキルするって一ターンで相手を殺せるっていうデッキは逆にすごい減ってきていまして、クリスタルリングだったりも非常に強いんですけども、ただ1枚で人を殺せるかって言われたらちょっとな、特殊なギミックが必要だったりするので、なかなか難しいというところで、カード1枚1枚は強いんだけども、それでも相手を殺すっていう点に関して言えば、このライトロードは今の環境において、もう特筆すべき特徴なのかなと思われます。はい。ということで、まあ、もう本当にすごいワンキル性能を持っているデッキということで、ライトロードは今使う価値があると言えます。はい。2点目、柔軟性に富んだ構築というところで、お話ししたいと思います。構築は柔軟。まあ、要は人によって構築が変わる、採用するカードが変わる、使い方が変わるっていうのは、もうそれだけデッキ自体に伸びしろがあるっていうことの証明です。これは、まあ、ライトロードだけじゃなくて、遊戯王全体に言えることなんですけども、で、それがライトロードは特に顕著だと。まあ、例えばなんですけども、現状ですね、例えば、そうですね、ABC っていうデッキのエクストラは割と固定化されています。入賞レシピの、エクストラデッキなどパパーっと見ていただけるとわかるんですけど、だいたい14枚は確定してたりします。まあ、そんな感じで、有名なデッキっていうのは、もうゲームが煮詰まってくると、どんどん構築が限界を迎え始めてくるんですね。まあ、要するにその強いんだけども、もう分かりきってると。デッキのうち、40枚あるデッキのうち38枚は大体固まってたりとかですね。こんな感じになってたりするんですけども。で、ライトロードはそうではなくて、先ほども話した3000を大量に並べる爆発力も、ありながらも、いろんな個々のカードの、ですね、使い道が、環境によって変わってきたりするので、対応力が非常に高い。その対応力の高さが光ってくるっていうところで、この柔軟性は非常に富んだデッキタイプだと思われます。はい。ということで、いくつかカードを紹介させていただきます。ですね、まず、セイントミネルバ、エクシーズですね。もう、なんて言いましょう。出る当初から、強力と言われてたんですけども、もう発売されて以降もずっと強力であり続ける、このカードなんですけど、まあ何が強いのかっていうところで、2つありまして、1つがですね、このカード、ライトロードではないカードから、名称がライトロードっていうカードを作れる点が優秀です。汎用エクシーズと言われるような形で、素材は何でもいいんですけども、ただ効果に関してはライトロードの名称のカードが必要になってくるっていうところでライトロードで使われているっていう風なカードなんですけども、このカード自体の名前がライトロードなので、例えばですけども、フォトンスラッシャーとゴブリンドバーグといったカードから、ミネルバを作ってゴルフにつないでいくというような感じでですね、ライトロードでないところからライトロードを作れるっていうのは今までのライトロードには存在しない、ギミックだったので、その点で非常に優秀です。で、もう一つ。破壊してしまうとアドバンテージにつながってしまう場面が非常に多いです。ということから、闇のご風景だったりだとですね、対象を取らない系の妨害には滅法強いです。これは非常に、特筆すべき点で、言ってしまえば相手の対策を一部、無力にする場面が非常に多いと。
なんでこのカードを安全に処理しようと思ったらどうしてもバウンスとか別の方向に行かないといけなくて、でそうなってくると例えば戦闘以外で解決しようになったら別のカードを出さない、本来意図していないカードを出さないといけないので、割と相手のできる場が本来の負けパターンではない別の場が出来上がって、こっちにターンが返ってきて逆転できる可能性が非常に高いというような感じで、相手の場をコントロールしやすい、カードっていうのが非常に強力ですね。はい。で、ですね、構築をまあいろいろ工夫して柔軟なものにさせることで、特定のデッキに対して強くなる場合があります。特に相手にしやすいのがメタルフォーゼなどの、ペンデュラムデッキ。どういったものが強いのかというと、まずですね、スケールを置いてきたりする場面が多いんですけども、それに対するライトロードの、ライラ、あとは裁き、こうしたカードがもう軒並みすべて潰したり、あとは要所要所のトラップを消したり、スケールを飛ばしたり、残ったスケールを消したりっていう風にですね、非常に優秀です。もう古くからあるカードにもかかわらず、こういう、新しいペンデュラムというルールができても、それに対応していく能力を持っていると。で、さらにですね、まあ、ユニコーンが出てきたんですけども、このカード、まあ、非常に強力なんですけども、弱点が2つあって、1つが能力が単1であること、ターンに1回しか使えない、もう1個が攻撃が2000であること。まあ、これに対して、ライトロードは、例えばですけども、フォトンスラッシャー、まあ、増援から呼べます。で、さらにですね、ライトロードだと、ウォルフですね。なんか途中の過程で出てくるウォルフが2100あったりするので、そのまま殴り殺したりすることもできます。でさらに言えば裁きもですね、このカードも条件を満たせば何回でも特殊召喚することができるので、手札に戻されてもまた出すことができるというところで、例えば裁きを2体並べて殴っても、ユニコーンが絶対回避してきても3000入れながらもう1体出したりとかっていう風に、結構ですね、そのデッキ本来が持っているギミックでユニコーンを超えられる場面は結構多いというところで、ユニコーンを超えた後にミネルヴァを安全に着地させるっていうような動きも、できたりします。はい。これは非常に優秀ですね。で、あとは、エンタメージトリッククラン。このカードがあると、召喚権が、増えることになりますので、このまま、別のカードを展開していったり、エクシーズだったりとか、そういった風に別の動きもしていくことができますので、まあ、ウォルフ以外で割と、ウォルフや、白雪以外で召喚権でなかなか増えにくいんですけども、それ以外で、モンスターを場に並べて、さらに展開していくということで、複数体モンスターを並べやすくなるというところで、非常に優秀です。はい。で、他にはですね、まあ、何度も出てくるんですけど、まあ、白雪っていうカードは本当に強くて、ね、このカードが登場したことで、ライトロードが使うカードで強くなったカードがあります。増殖する G。これなんですけども、もう他のデッキもそうですけど、非常に、ライトロードが強くなってまして、増殖する時でカードを引けば引くほど、白雪のコストがどんどん増えていくので、まあ、高校での反撃がより強化されるようになります。なので、まあ、援軍とか、ソーラーエクスチェンジとか、割と魔法カードだけにドローソースさせる。が固まってたんですけども、まあ、あとはガロスとかああいうカードを入れてしまってるんですけど、どうしてもちょっと動きが遅くなったり、ターンをまたいでしまったりとか、弱点があったりするんですけども、増殖する G を採用することで相手に、相手が先行でこちらが後攻になっても相手の先行1ターン目で、カードを増やしていく可能性が一応あるというところで、増殖する G は非常にライトロードのメインから入っても全然強いカードになっています。はい。まあ、どのデッキでも強いんですけども、このカード余計ライトロードは強くなっていると。引いて強いカードが多いんですよね。裁きの竜とか、あのあたりとかですね、他にもいろいろ、展開に使えるカードとか、非常に強力なので、増殖する G は本当に強いカードになっています。はい。これで、まあ、相手に、先行を取られたとしても逆転していくことができるようになるというところで、はい、使っていきたいところですね。はい、では次行きましょう。注目カード。まあ、ライトロードも、まあ、その、軸を支えているカードたちをいくつか紹介したり、あと必殺技とか、いろいろお話しさせてもらったんですけども、ライトロードには、これを採用すると面白くなるんじゃないかなというカードが非常に多くて、そうですね。エイリンも非常に強いです。そうですね。すみません。増殖する G の、
お話をさせていただくにあたり、やっぱ G を撃たれた側は、どうにかして、その展開を止めようとするときがあったりするんですけども、そのときに例えば、悲願デッキだったりすると、守備表示でターン返ってきたりするところがあったりするんですけども、そのときにエイリンが非常に強くて、で、そのまま効果を使わせずに、場を消し去るというような能力を持っていたりするので、あとはその2戦目以降に、闇の五風剣とかを採用すると、まあエイリンと相性が良く、まあユニコーンをすっ飛ばしたりとかですね。そういうこともできたりするので、本当強いですね、エイリンも。はい、ありがとうございます。ということで、まあ注目カード、まあもちろんエイリンもそうなんですけども、他にもですね、いろんなカードあるので、ちょっとご紹介させていただければと思います。はい。グラゴニス。あ、そうですね。グラゴニスとか他にも、いくつかですね、ライトロード種類が多いだけで、さばきの竜を出しやすくあったりするので、もしかすると使われる時が来るかもしれません。ちなみに僕昔、グラゴニス出されて殴られて負けたことがあります。なんか非常にパワーが上がって負けたような気がします。はい。で、そんな個人的に注目しているカードがあるんですけども、ご紹介させていただきます。ライトロードメイデンミネルバ。さっきはセイントの方を、紹介させていただいたんですけど、ミネルバ今どっちも強いです。はい。このカードですね。はい。可愛らしいですね。はい。今、ですね。まあ、白雪が登場したことで、より一層、このミネルバのテキストがすべて無駄がなくなったというか、非常に強くなりました。はい。で、例えばなんですけども、このカードですね、墓地に行くと、山札を1枚削るっていう、なんかこう、ライトロードにしては少し枚数が少ないような、ちょっと物足りない効果があったりしたんですけども、白雪が登場したことでもう山札さえ削れれば何でもよくて、で、それが非常に強いのと、あと召喚時のサーチ効果が種類に応じて、さばきの竜はちょっと難しいかもしれないですけど、例えばエクリプスアイバーンをサーチしたりだとか、そんなこともできたりしますね。はい。いや、その後、ルミナスでコストに切ったりとかっていう動きもできたりするので、あとはレベル3チューナーという点も非常に優秀です。はい。ということで今、このカード非常に無駄がなくなってきてるんですね。で、で、このカードを使って呼び出したい召喚獣がいます。はい。氷結界竜トリシューラ。はい。今ですね、対象を取る効果とか、破壊耐性持ちが増えたことで、このトリシューラが相対的に今、価値が上がってるというか、非常に決まると強い、まるで昔のトリシューラのような、昔のその前世紀のトリシューラを彷彿させるようなパワーを秘めています。攻撃力はちょっと見劣りするかもしれないですけども、もう通れば本当に有利になるぐらい、トリシューラが非常に強くなっています。で、このカードを出せるデッキも今減ってきているので、BD も、出すとしたらちょっと、難しいパターンだったりするので、このトリシューラを出せるライトロードも、という意味でも、まあ、このデッキは非常に、今使う価値があるなと思っています。いや、どう強いのかお話をいただこうと思います。まあ、ミネルバと何の絡みがあるのかなんですけども、メイデンミネルバを採用することによって、ライトロードってトリシューラのパターンを複数に分岐させることができるんですね。トリシューラはやっぱ9なので、441っていう王道のパターンもあれば、ミネルバがいると333っていうもう一つのパターンも作ることができるんですね。まあ、ルミナスがレベル3なので、ルミナス、ミネルバからトリシューラを作るっていうこともできますし、あとは、例えばウォルフとか、まあ、ゼピロスとか、さらに、クロアップバルブっていうカードで441って作るのもできますし、いろいろできるんですね。はい。まあ、ルミナスの汎用性が高まるっていうのもそうなんですけども、まあ、こうしたですね、その、パターンの分岐っていうのはですね、非常に重要でして、例えば、441しか出せないのであれば、それって、バルーブだったり、その、ま、1のチューナーを止めれば、トリシューラーは出てこないっていう風に、致命傷が生まれてしまうんですけども、こうしたパターンを分散させることで、その致命傷を抑えられるようになると、どこか邪魔されてもまた展開できるっていうことができるようになるので、そうなると、どういうカードに対して強いかというと、まあ、手札誘発ですね。ベーラー、クロウ、ウサギといった手札誘発の効力を分散させていくことができるようになりますので、デッキに複数、その、
このトリシューラを出すパターン、その今一番出したいカードを出せるパターンが複数あると、そうすることで手札誘発の効力を一気に分散させることができるようになるので、デッキにそのパターンがたくさん存在するだけで価値があります。ということで、このミネルヴァは、構造上、その、手札誘発に対しても、その優秀な、動きが、できるようになるというところで、非常に優秀ですね。はい。このウォルフ・ウォルフ・バルブってもうアドバンテージしか取ってないんですけど、これ、ここから出てくるトリシューラは本当に強くて。で、さらに、ミネルヴァを絡めた、展開も非常に強いというところがあったりします。ミネルヴァ・ウォルフで、まあ、ミカエルとか、そんな風にその7シンクロにも貢献したりするのも優秀ですね。はい。白雪が、チューナーではないので、その辺と絡めたりすることもできたりします。面白いです。はい。で、ちょっと木をてらったところでお話ししたいカードがあります。他はですね、サイレントマジシャン。ちょっと前に登場したカードなんですけども、まあ、これも白雪絡みになんですけども、まあ、相性がいいと。例えばですね、白雪は魔法使いなんで、白雪を出してそのまま特殊召喚することもできたりします。で、それでもいいですし、あとは、その、増殖する G などで、手札をたくさん手に入れたら、まあ、サイレントバーニングを発動しまして、それに遅延して手札を全部吹き飛ばして、白雪を、効果を発動すると、一気に手札をガーッと増やしまして、サイレントマジシャンを強化していくことができるようになります。今まで3000っていう話をずっとしてたと思うんですけども、手札が6枚あると、サイレントマジシャンは4000になるので、他のアタッカーよりもさらに、高い、語彙力が出せるようになったりします。ゴードン・ミネルヴァで4000。いやもう強いですね。はい。もうかなり、手札を、そうですね、通常のギミックでも、増やしたりだとか、ゴードンを採用することで増やしたりもできるので、面白いと思います。はい。では、ライトロードなんですけども、まあ、参考までに、自分でサンプルレシピを作ってみました。まだちょっと難しい部分あったりするかもしれないですけども、こんなデッキもあるよということで、紹介をさせてください。はい。今まで、お話しした、要素を、いくつか盛り込ませていただきました。まあ、もし作るとしたらこんな感じになるのかなっていうところです。はい。そうですね。まあ、レベル8シンクロが、レベル8シンクロを評価したいというところで、フェリスだったりとかも、採用していたりするんですけども、まあ、爆発力重視で、作ってみました。まあ、エクリプスワイバーンの枚数とか、フォトンスラッシャーの枚数とか、そもそもメインデッキのその先行の時点でブラックホール入れるのどうなのとか、あとこれバインティスペースどうやって超えるんだっていうところが結構いろいろ欠点があったりするんですけども、そのあたりはもう使っていって調整していく必要があるのかなと思います。で、まあ、エクソルデッキも結構悩んでるところでして、まあ、最近だとミネルヴァが1枚の構築が多かったりだとか、あとはレベル6シンクロンも必要なのかなという場面もあったりだとかですね。はい。まあ、高い攻撃力に対しては、ですね、トリシューラー、まあ、スカーライト、まあ、あとは、まあ、リベリオンとか、そういったところで、展開を、相手のでかいモンスターを倒していったりとか、するような、構築になってます。まあ、そもそもあと改悪いるのかっていうところとかですね、いろいろその細部、本当に細部をですね、調整していくこともできたりしますので、いろいろ、まあ、ここが面白いところですね、ライトロード。人によってどんどん、展開、その構築を、変えていくことができて、それによって出来上がる展開パターンを分岐していって、それがもう長いこと、遊戯王のファンを虜にしている要素なんだろうなって思います。ライトロードのファンの方、非常に多いと思いますので、まあ、ぜひですね、ご自分で煮詰めて、大会などに持ち込んでいただければなと思います。非常にライトロード強いです。なので、ただ強い構築がどれなのかっていうのはちょっとわからない部分、手探りの部分多いので、我々で研究していきましょう。はい。長くなりましたが、地雷デッキ研究所。本日は、ライトロードテーマにお話しさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。はい。ミカさん、ありがとうございました。ということで、エンディングの時間まで残すね。いやすごい、さすがミカロさん
ポケモンやってるだけありますね。ということで、シルさん、ミクラさん、エンディングコーナーです。いらっしゃい。はい、どうも、こんばんは。こんばんは。今日もずっとポケモンって言われてましたね。そうですね、けどポケモンに負けないぐらいのね、話題を提供していただけたかなと思います。ありがとうございます。ライトロードに関してはね、自分も使っていたことがあって、ここにね、復権があるんだな、なんか感慨深いものがありますね。パーツはありませんけど。はい。ということで、シェルさん、一言いただいて締めていきたいと思うんですけど、どうでしょうか。はい。まあ、ポケモンもありますが、まあ、遊戯王もあります。そんな感じでね、まあ、ポケモンもやりつつ、遊戯王もやりましょう。共存。いや、本当そうですね。共存。わかりました。共存。ありがとうございます。はい。じゃあ、ポケモン研究所、あ、違う、地雷デッキ研究所のミカさん、お願いします。はい。人影。来週また診断が出るので、まあ、遊戯王もっと面白くなると思いますので、もうポケモン以上にやっていきましょう。はい、はい、ありがとうございます。それではいい感じの時間になりましたね。鉄異形チャンネルは毎週木曜日夜9時からニコニコ生放送、こちらで放送しています。コミュニティ、こちらになっております。特に告知などなくても、逆に何もなければですね、常にやってますので、皆さん今日の放送を見てですね、また何かこうデッキ構築でインスピレーションを得たいなとか、少し変わった話題が聞きたいなとか、そんなことありましたらぜひ見ていただければと思います。冒頭に告知しました鉄チャンピオンシップの話題なんかも、実はですね、こちらの鉄異形チャンネルで最初に発信して、その後に自身のツイッターとか告知をする場合もありますので、皆さんどうかですね、ご贔屓にしていただければと思います。第210回の放送でした。皆さん、今夜もありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。